こんにちは、ベリッシュキッチンです。フライパンでスノーボールクッキーを作ります。無塩バター 40g をボウルに入れ混ぜます。砂糖大さじ2を加え、白っぽくふんわりするまで混ぜましょう。薄力粉 100g、 片栗粉大さじ2をふるい加えます。切るように混ぜてそぼろ状にしましょう。牛乳大さじ2を回し入れ、ひとまとめにします。20等分にして丸めて少し潰します。フライパンに1センチほどの間隔を空けて並べ、蓋をしてごく弱火で15分から20分焼きましょう。裏に返します。同様に蓋をして15分から20分焼いたら冷ましましょう。ビニール袋に入れ、粉砂糖大さじ3を加え、振って全体にまぶします。盛り付けて完成です。おやつにいかがですか？